はい、外付けハードディスクを倒したらどうなる？はい、壊れることがあります。東京秋葉原のパソコン修理屋さん、オレンジセキュアサービス株式会社の斉藤のおっちゃんに質問してみるっていう企画です。こんにちは。こんにちは。まあ、今回は、はい、まあ、ハードディスク、外付けのハードディスクを落としたらどうなるということで、はい、まあ、これもちょっと実験はしないんですけど、はい、まあ、基本的にはその保護のケースで入ってるので、はい、落っことしてもやっぱり壊れないはずではあるんですが、ただ、はい、3.5 インチの外付けのハードディスクをちょっとぶつかってパタンコテンってなっただけで、縦置きにしていて、そうそう、縦置きにしててコテンってなっただけで壊れちゃうっていうのが、はい、壊れて持ってこられて、あ、やっぱり壊れてますっていうのがあっちゃったりするんですよね。そう、テレビの横とかに縦置きで置いてホコリ取りのあれでやってる時、パタンって倒しちゃって認識しなくなっちゃったっていう。ああ、なるほどね。そう、特にでもそうね、足元とか足元にあってとか、はい、そう、まあ本当にその法人のお客様から、はい、その一般のお客様まで、はい、本当にこうただの古典でこれ壊れてないでしょうぐらいで、はい、まあ、普通は壊れないんですよ。まあこれ実験しても絶対壊れないはずなんですけど、はい、ただ本当にこれ珍しい話ではないって言いましょうか、はい、まあ、壊れるときは壊れてしまいますので、はい、まあ、例えばその横にした方がいいのかね、そうもう、まあ、あとポータブルのハードディスクとかも、はい、まあ、あの今年で基本は壊れないんですけども、やっぱり衝撃、使ってる最中に衝撃与えてしまうと壊れてしまうかもしれないので、はい、まあ、ちっちゃいポータブルタイプでも大きいタイプでも、まあ、衝撃が加わらないように、はい、まあ、工夫していただければと思います、はい。まあ、今回はちょっとハードディスクを落としてっていう、はい、まあ、実はそういう話が多くあるというご報告で、まあ、動画の方をお作りさせていただきました、はい。それではまた。またオレンジセキュアサービスの YouTube チャンネルではパソコン起動トラブルの大事典を目指していろいろなトラブルシューティングをアップしています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。